ラジオであなたを勇気づける伏見文人の伏見るラジオ、よろしくお願いします。今日はね、もうあのちょっとあのラジオ、まあこれ本当1、2回とかまだ再開号なんですけど、再開して前回ジェームスさんかな、あの出てもらって、ジェームス下谷さんというあのお父さんというか役者さんなんですけど、准教授の結構ね面白い方にで喋ってもらったんですよ、このラジオ、うん、で、まあ、2回目3回目かなっていう感じです、今回で。谷口優斗くんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。若いそう、今回ラジオなんですけど、ちょっと動画もあの なんていうのこれなんていうの、メイキングみたいな感じですか。はい、ちょっとで、ね、さっき動画回してて、まあ、静止画になってたと思うんですけども、あの動画を回すつもりだったんですけど、ちょっとカメラの方の故障というか、ちょっとうまくいかずに静止画、まあラジオなんでね、静止画でお聞きすることになったと思いますでちなみに、あ、じゃあちょっと自己紹介というか、あの 年齢とどんな感じ、まあ、活動というか、まあ、どう普段どうされしてる、何年生とか、ちょっと自己紹介お願いできますか。はい、谷口優斗です。今中学2年生の13歳です。普段はあのまあ時間あのまあ、うん、映像系のお仕事をさせていただいて、まあ、事務所とかには所属してないんですけど、フリーでね。はい。おお、それ、ちなみにそれっていつからやってるの。あの小学3年生の時に何かミュージカルの合唱隊みたいなのにちょっと出演させてもらって、うん、でそれをきっかけに何かいろいろと、最初はまあミュージカルとかを歌って踊る。そうですね、まあ、ダンスとか全然習ってないんであれですけど、でもやそれで、まあ、出て、はい、でそれで、あ、アニーみたいな、あ、はい、あ、まあそう、まあクミンミュージカルとか、クミンミュージカル、演目はちなみにどんな感じの、知ってるかな俺、あ、何をタイトルっていうか、その題名、内容、まあ、題名は例えば、まあ、アリスっていうの、なんか不思議の国のじゃなくて、あ、なんか不思議の国のアリスっていうのと、なんかもう一個別に鏡の国のアリスっていうのがあって、それをなんか、まあ、どっちも合わせちゃった合わせたミュージカルみたいなのに、はい、ハンプティ・ダンプティ役で、ええー、ウサギ役とか、アリス役じゃないもんね。アリス役ではないです、あのトランプじゃなくて、トランプじゃなくて、あのティーパーティーの、ティーパーティーのオイルね、はい、なんか山根、山根子、山根です、あのネズミみたいな、ああそうなんだ、 あれです、はい、あれやってたの、あれやりました、歌って踊る、セリフじゃなくて歌うのね。あ、セリフも一応あります。それを小3で、いや、それは小3ではなく小4ですね。いや、でもすごいよ小4でそんなことやって、今の、いやみんなね、あの僕もあの一応ちょっと、まあ、映画監督みたいなことやってると、その子供たちあって、もうみんなすごいね。ああ昔もそうだ、昔もそういう子はいたか、僕はただ単に田舎というか知らないだけで、東京ですかお母さん、はい、あ、特に盛んなのかもしれないですよね、結構だから、そうそう、他の子たちもね、この間会った子たちもそういうのみんなやってるか、すごいな、自分なんて鬼ごっこしたり、あ、いやでも僕もそんな感じで鬼ごっこ、はい、そうなんだ。でそれが小3小4ぐらいで、実は僕がね、あの優斗くんに出会ったのは、その小5か小6ぐらいに、そう、ね、はい、そう、ちょこっとだけ、あの本当でゲスト出演的に、あの写真ね、あの覚えてる、まあ、覚えてます。2年ぐらい前なんだけど、東京しじみ日記202っていう作品の中の、なんかそのそれこそ、あの家族の一員のお兄さん、ホタテ貝役っていう人がいて、その人の子供時代みたいな感じで、うんうん、そう、出てもらったのよね、写真で。そう、それがご縁というか。で、2年ぐらい過ぎちゃったんだけど、あっという間に。まあ、大人になるとね、あの時間感覚ってもう2年も3年もあんま変わんないっていうか。だけど、子供の時の2年ってもう、なんていうの、いろいろ、小5、小6、中1ってもういろいろあるよ。そうですね、結構、なんか、思っているよりも時間の流れっていうのが、ちょっと早い感じもします。はい。今ってスマホとか持ってんの？あ、最近あの持つようになりました。中学生でか、中学生の中1の最後ぐらいに、はい、
なんかいろいろ TikTok とかインスタあるけど、まあ、それ見てると時間早いから。でも本とか好きだもんね。あ、そうですね、本とか。そうなんですよ、ゆうとくんすごい 本読書家、読書家でもあり、なんかお母さんがいろいろ作家さんね、誰でしたっけ、あそうね、三浦紫音さんとか。三浦紫音、僕のライバルの三浦紫音って確か大阪出身だったじゃないかな、分かんないけど年齢も近くてね、勝手に悩ましてるんですよライバルの、ね、有名ないい作家さんですもんね。三浦紫音とか、ほかほか読んでる作家さんとかいます。あとは原田マハさんとか。原田マハ、有名、最近出てる。はい、あとは浅田次郎さん。浅田次郎渋いっすね。浅田次郎の有名な、なんだっけ、なんかシリーズとか出た。シリーズは例えば、まあ、ポポヤはまあシリーズじゃないですか。ポポヤね、ポポヤ、そうそう、ポポヤ。映画見てないけど、まだ僕もまだ映画見れてないです。あ、本は読んだ。本は一応、はい。すごいな、ポポヤ読んだんだ、浅田次郎。はい、ちなみに俺は読んでないからあれなんだけど、どうでした。あ、すごい、なんか良かったっていうのは、なんていうんですかね、まあ、あのちょっとその駅長さんだったかな、その人の娘さんがなんか、そう、だんだん大きくなっていくっていうか、なんていうんですかね、タイムスリップみたいなのもちょっと、そうなのね、らしいんですよね。あの俺も話から聞いただけなんですけど、あの駅長さんが映画化され、高倉健君が、はい、お父さんで、娘が広末涼子で、そう、なんかちょっとタイムスリップ的な、なんか回想的な話でしょ。うん、そうです、はい。ちょっとね、本は読まないかもしれないけど、ちょっと映画見てみたいですよね。そう、ちなみにあの自分のことですけど、本、小説、この間ちょっと出版した小説も読んでもらって、はい、なんで、あの、ちょっと裕徳に読んでもらいたいなと思ったら、自分も一個目一個がいるん、あ、めいっ子がね、中2、あ、中3かな、もう中、あ、だから1個、中2だよね、今。中2です。1個上なのかな、めいっ子が。あれ、清田美代さん知ってます？あ、はい。あ、そうなんですね。あの、愛とニコって映画とか、あの、僕も美代ちゃん出てもらって、美代ちゃん年齢は1個下？1個上です。1個上よね、彼女が、はい、そうなの、美桜ちゃんと自分の姪っ子が同い年、でもう中3ですよね、去年が中2だったから。で、ゆうとくんが中2か、今中2です、はい、1個違いですね。だから、で、あの、何が言いたいかというと、小説を姪っ子とかに読んでもらって、あ、まあ結構そうなんだみたいな感じで感想言ってくれてたんで、まあでも甥っ子はもう20歳とかなんですよ。で、逆に弟の子供だとまだ5、6歳とかなんで、うん、あの僕が書いた小説の設定が小5とか小6ぐらいなんで、まあ割と近い優斗くんとか、ね、どう、全然違う今のこと、あの、要は自分ザリガニ取りとかしないもんね。あ、いや、なんか、まあ、どうなんだろうって。ザリガニは、まあ、でも夏休みとか、公園が、池ある公園とか近くにあるので、まあ、たまにやったりしてます。あ、そうなの？はい。ザリガニ釣ってとか？あ、普通に。今は最近は全然してないですけど、でも。今でもするんだ。結構しますね。池があれば。あ、やっぱザリガニ釣って今でも、はい、あ、ザリガニ釣りは結構。なんかちょっと昔のなんか昭和の遊びなのかなとかちょっと思って、あ、そうなんだ。あ、はい。あ、じゃあよかったってことないけど。あ、そうなんですね。ザリガニっていうのは結構主流。え、主流っていうか、割と割と人気のある。まあ、一部でもどうだろう。やる人はやるみたいな。まあ、やる人は。あ、そうなの。なんかちょっとそうなんですね。ちょっとなんか、だから呼んでもらいたかったなと思って。そう。呼んでもらったりして。ありがとうね。ああ、いや、全然。いろいろも、そう映画の公演で。で、今日も、あの、新しい、ちょっと短編を撮るっていうので、今、久しぶりに2年ぶりに今日お会いして、成長もしててびっくりって感じで、早い、背も伸びてるしねそう、部活とかも今やってるんですよね。やってます。何部だっけ、さっき聞いたけど。バスケ部です。バスケ部だから、今1年生2年生だから、じゃあ今本当にもう一番バリバリ試合とかも。そうですね、まあそうですね、うん、今もうちょっとで3年生の先輩が引退しちゃうので、うんうんうん、もう
そうそう、引退試合みたいなのが近いので、でも全然できないので、ちょっと心配っていうところもあるんですけど。どうなの今の中学の部活って、まあ学校にもよるだろうし、厳しさとか、どんな感じでやってるの、ゆうとくんの学まあ、なんていうんですかね、厳しいのかな。でも、結構走ったり。それはあります。はい。でも結構なんかみんな楽しい感楽じっしい子もてやっいう、てるんだ。はい。じゃあ、今、中2だから高校受験してみたいな感じで、高校入ってバスケ続けるかまだ分かんないか、でも。そうですね、まだちょっとわかんないまあ、でそうよす。ね。そうね。今、自分の思い出話で、自分の部活時代語ろうかと思ったけど、長くなりそうなんで、それはちょっとやめとくにしても、じゃあ今、走ったり、そうやって勉強もして、演技もして、あとピアノも。あ、そうよ。ピアノも今もまだやってるの？あ、やってます。ピアノもやってるよね。はい。あ、そう、今もあの少年時代っていう MV ですか、あれ。はい。井上陽水の少年時代を、少年3人で、これ YouTube に流れてますよね。なんか概要欄に載せときますね。そう、そのと、で、ピアノ弾いてたもんね、少年の役よね。役です。MV なのかな？歌ってたもんね、あの3人のうちの。ハミング。ハミハミングか。だけ一人です。は歌ってます。一男人の。は、ボーカルの子すごと、いね。ボーカルボーカルと、と、チェロチェロと、だ。とピアノ。ピアノです。あのチェロの子もリアルチェロそう弾いてでるんですす。リアルチェか？ロです。いやー、よくあ、それなんか、その作った方が集めてきたみたいな。声かけていただいて、知り合いではないんですよね、元から。元からそこといでう会ったか、んですよそこね。で。そう、皆さんぜひちょっと見てもらって、面白いっていうか、爽やかな。で、リアルに、そう、チェロとか弾いて、あれ、ゆうとくんピアノなんか弾いてるって言ってたなとか思って、いや、すごい、歌ってるし、爽やかな。ピアノはどう？あ、楽しいです。おお、そうな。ピアノもね、難しい。ぜひ、続けてほしいなって思いますね。できるだけできね。るだけ、そうですね。で、じゃあ、家のこうピア電子ピアノみたいな感じ。練習しておお。発表会とかも？そうですもうね。出れるもんね、中学ぐらい。もっとちっちゃい頃からやってたんでしょ。一応、小5、あ、違小う、5あれ、小5か。でじゃない、5歳です。小1とか 幼稚園ぐらいの。そうですね、はい。一応5歳から始めて、発表会に出たの小1でした。すごいね。じゃあ、もうすぐ10年ぐらいになる。そう、まだですけまど、だけど、そうですね。7、8。でも楽しいのが一番よね。そうですね。何でも。スラムダンク見た？あ、見ました。映画？映画です。アニメももちろん見ましたし、漫画も全巻。どうや、俺見てないのよ。スラムダンクむっちゃ今、人気というそうか、ですね。映画公開されてすごい人入ってるみたいな。俺はスラムダンク世代って言います。元のね、スラムダンクジャンプやってた時の知ってるんだけど、映画はちょっと見てないんだけど、どうだった？ちなみに、バスケ部として。やっぱり映像がすごい綺麗あ、でそうしなんた。だ。あと、ここだけの、あ、ここだけのじゃないよ、ネタバレになるんですけど、今回は桜木じゃなくて、宮城がそう主な人の？公みたいな感じで、あ、そうなんや。一応最後の三王戦のとこ、アニメではやってないんですけど、やるんですけど、やっぱりすごい良かったあでれ、す。アニメよね、映画のやつって。はい、アニメです。アニメね。そこの試合用がクライマックスみたいな。そうですね、はい。でも、原作にはないとことかあ、そあっうなたの。り、はい。いや、あれ見るかずっと迷ってたんですよね。でも、そうか。面白かった。あ、面白いです、すごい。なんで、花道が主役じゃないんだ。はい。それなんでなんだろうな。みんながやっぱ感情移入しやすいように宮城にしたのかなんか、な。ストーリー的にとか。ストーリー的にっていうのもそうらし、まあ、そうかもしれないですけど、あと、作者の井上雄彦さんが、もともと宮城亮太のことを昔からちょっと、もうちょっと書きたいなって思ってたらしくて。確かに扱い的にちょっと、そうね。そこまでメインキャラクターってそうです感じ、ちね。ょっとはず、うん。それでそ作れ者ので、人が、はい、宮城の子供の時のそうなこととか。の。これ聞いてる人も興味あれば、ぜひ僕もちょっと一回、スラムダンク。ちなみにもう、そろそろ、ちょっと、長々となっちゃってすいませんね。いや、全映画とか、
まあ、本も映画とかってなんか最近見たのでもいいし、なんか何が良かったみたいな、最後なんかどんな映画好きって言ったらあれだけど、なんかある？あ、どんなのがちなみに好きなんだろうと思って、中二のゆうとくんとか。あ、でもなんか例えばやっぱアニメかな。いや、アニメも、あ、まあ、そうですね、アニメもそうですし、うんうんうん、あとちょっとでか、結構昔のなんですけど、男はつらいよシリーズとか、うん、そうなの？はい、渋いね。あえ、それえっ、ー、となサブスクみたいなの、レンタルみたいな。いや、なんか CS みたいな。そう、 BS でやってたり。トラさん見てるの？あ、トラさんです。渋いなじゃあ渥美清を目指して東京の谷口優とこれからわかんないけど路線が、まあ、そういうことじゃないか、まあ、映画として好きっていう、まあ、そう、映画として確か味があって、うん、トラさんね、最近なんかフランスの方でもなんかちょっと今なんていうの、リバイバルじゃないけど、全作品流したりして、ファンが結構、なんかちょっと前はなかなかトラさんの良さが分からなかったみたいな、あまり全部流せなかったみたいな話で、うん、なんか紹介の仕方が今回割とすごい良くて、うん、まあ、あとコロナとかあってそういうアットホームなのを求めてた、まあ時流もあるかもしれないけど、フランスでも結構ね、うん、トラさんが今ちょっとあの好きな人は結構いるみたいなんで、そう、あ、まあ時代もあるのかもしれないです ね、この中学生のゆうとくんは。僕がしたらまさかって感じだけど結構渋いなみたいな、浅田次郎に、そうか、あとまさかみたいな、そっかそっか、意外性がありますね。まあまあ、じゃ あの映画もよろしくお願いしますということですし、はい、これからもあのちょっと見ない間成長してるからね、こっちはちょっとあの目離してるって誰ですね、子供の成長早いですよね。うん、だからまあ本当にあのすぐに背も大きくなるんだろうし、まあ今ね160ぐらいか、165ぐらい、165ぐらいあるんだ。はい、あ、そうか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 、早いな、まあ、抜かされるかもしれないなっていう場合ね、はい、まあ、よろしく、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。 ありがとうございました。谷口優斗くんでした。なんと俳優子役、まあ、の谷口優斗くんですね、はい、皆さんもよろしければあの、まあ、インスタとかもやってるということなんで、あのリンク載させてもらいますし、よければそちらの方もクリックしてみてください。はい、このサバサバラジオじゃなくて、ちょっと名前をね、しみるラジオに変えたんですけど、再開して、まあ、月1ぐらいでちょっと流していきます。まあ、ゲストもたびたび呼ばせていただいて、こうやってあの皆さん紹介させていただけたらと思いますので、よければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも、今日はありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ。はい。